Hello everyone, welcome to our The Legend of Heroes Solano Kiseki FC Evolution Stream. 各位观众晚上好，我们今天要玩英雄传说控制轨迹 FC 进化版 Evolution。 哦，终于直播间终于连接到了那个聊天一直没有无效，但是不是无效，应该就是说一直连接不了，但是现在连接成功了。好，四万妹妹，欢迎欢迎啊、哦！好久不见，对不起，昨天有稍微太累了，不是，应该说，昨天啊、太困了、不能做一个直播，所以今天我就要补唱了吧。好，哦，好吧，那不然我们 boss 要来了。それってその光っているのがゼムリアゴケってやつか。ゼムリア就是塞穆里亚台。こんなに綺麗な苔だとは思わなかったな。どうして光ってるのかしら。是为什么会发亮发光啊？七曜石の成分が大量に含まれているのかもしれないね。哦，很多七曜石吗？早速採取して急いでザイスに戻ろう。是是，快点回。回蔡斯吧，以采集塞穆利亚台。よし、任務完了。任務完了。それじゃあ町に戻って教区長さんに届けようか。嗯哼。うん、そうしましょう。好。啊，待て。待て。敌人来了。気をつけろ。是不是一个巨大的企鹅？我就知道。我就是企鹅。你不会，你没有发觉这个洞里面企鹅多的要命。哼，どうやらこの洞窟湖の主らしいな。嗯，就是王様大王。これは戦うしかなさそうですね。是。免不了了。好了，这个巨大的企鹅王还有他的伙伴就是帝王企鹅。可我的妹妹肯定会很伤心啊。好吧，要用个绝影吧。好吧，好，好，轮到你咯。这个郑先生，那怎么办呢？月华掌，灵气或者是，哦，就是混乱率30%，挑衅，他们是怕哪个属性？火 ，OK。任何属性没有效，都有效。好吧，那就这样子，用火吗？没有火的魔法，没有火属性的魔法，那怎么办呢？好，用呀。231哦，他是防 ，bad， 好，用那个念尸棍，哦，还好。火力加浓哦，它有这个是 CP 0，那不然有一个 Aspect 加浓连珠炮。好，我去，没有看过这个 Aspect， 准备好了吗？
心蹦蹦跳啊。好了，这几个家伙就像140 153求偶。哦，他是反战技 不可用魔法呢。啊，哦，那个日超日之波，好吧，行くぞ。有个普通的攻击吗？好，一个弄掉了。旋风轮呢？390啊，攻击不了。十字锤，光子射击，可是没有火属性的攻击魔法，那太可惜了。哦，18，臭气。哦，还好落空，失败。轮到你咯。好了，处理掉了。还好他这些企鹅不是太强。烈火剑吗？对，他是零啊。那就用这个。好，426。那现在要用你一个，要用念思棍吗？还是用魔法？不要用攻击，烈火剑吧。好。十字锤吧。闪电突袭，好，看龙怎么样？210，还是用魔法吧。571，魔法是最有效的方法吧。他是怕你的，只有火属性才有效的啊！只可惜我们没有阿加特啊。阿加特的攻击是火属性的，太大声了一点吧。哦，我也是把那个麦克的程序更新了一下。我调整了一些设置，希望他不会突然发现问题，突然问题出现的，应该这么说。风之轮，如果你用一个普通的攻击，那会怎么样？很弱。219，落空，还好。好，用个烈火剑吧。烟雾加浓，它可以黑暗吗？不可以。看看怎么样吧。171，烈火剑，
駆動。失敗0608。挑衅，不要龙神弓，养命弓，回复 HP， 回复血分，还是哇，381。私の番ですね。そこです。哦，冻结了。冻结了，那怎么办？有没有可以医好冻结？好，找到了这个暖暖包。まだまだいけるわ。行くよ。行くぞ。任何别的属性吗？那就用这个是10，这个攻击暗影之帽，它会有什么效果？普通的攻击会怎么样？落空。黑影之帽。他会用一个 CP 0，那用绝影吧。行くぞ。我很好奇，如果用个 Esprit 会怎么样？381。他现在剩下855。好，连珠炮吧。549。306。好，用这个念思棍。僕の番だね。好，轮到你了，用个绝影吧。好，打倒了。帝王企鹅。
你已经死了，不是开玩笑。北斗之星，好哦，冻结之刃。哦，びっくりした。是是，吓死人啊！可愛かったけど怖かった。企鹅就是这样子，虽然看起来可爱，但他们的威力还是挺高哦，不是开玩笑。なんとか撃退できたみたいだね。是击退了。でも、もたもたしていたらまた襲ってくるかもしれない。哦，就是。とっとと町に戻った方が良さそうだ。我同意。確かさっき採集した苔を町の教会に持っていけばいいんだな。就是。うん、急ぎましょう。急ぎましょう。快走吧。OK， 那就啊也没关系，就用这里，用个新的保存的插草吧，我也不知道怎么一个空地。好，把这个。小的弄掉。僕の番だね。哇哟！先頭。哦，按的太快了。啊，可惜那个洞的这个迷宫，我都忘记它怎么样。哦，反正有一个魔兽。哦。行くよ。有更多来了。好，红色的弄掉。小的也弄掉，用普通的攻击就好了。嗯，もう大丈夫だ。没问题。哦，睡眠之刃，哇，这么好的，这么好的药精来，哎，那太好了。好吧，那看有什么东西。黑暗之刃，回避一，有没有更适合的？冻结之刃，要不要用一个冻结之刃？我不知道，不确定，还是用吧。要存个档吗？罢了。行くよ。不能用绝影。那普通的攻击呢？念思棍、旋风轮啊，也信是这个。哦，怕他动弹的不得。哦哦，准备使用魔法。
乱足，435。求偶，哦，哦，哦，还好落空。哇、哦，行くよ。行くよ。好，用绝影就把两个处理掉。私の番ですね。轮到你击打。俺の番だな。俺の番。轮到我。好。行くぞ。啊、哦。やれやれ、手こずらせてくれる。やれやれ。不知道怎么翻译やれやれやれ，就是说。哦、oh ，そこだ。应该说，怎么翻译？我因为在中文我想不出一个，我也不知道怎么翻译。就是哎呦的意思吧？哎呦哎呦。好，用一个回复数。やれやれ。那怎么？那出口在哪里啊？我忘记了，因为很好久没玩这个，好久没玩，所以迷宫的那个地图我也差不多通通忘记了。啊，不管他。行くよ。私の番ですね。落空。俺の番だな。私の番ね。哦，中拳了！僕の番だね。行くぞ。哼！私の番ですね。任せて。この調子で行くわよ。就这样子前进。哦，有一些获得了一些东西吧。OK， 已经。我不管他。出口呢？出口在哪里啊？啊，没地图。哦，还好这个没。这个一批田中乞丐。存了，存档了，存个档了。对，我也应该把我的字典准备好。打到了，哦，只有两个。僕の番だね。行きます。行くぞ。任せて。行くぞ。僕の番だね。OK， 没问题。戦闘終了，先に進もう。那太好了。
出口呢？出口在哪里啊？我搞不清楚啊。哦，又跑回 boss 那边的，哎呦，完蛋了！哦，啊，又要跟你们打。行くよ。撤退を開始する。撤退了。無事逃げられたみたいだね。不用再打了。又找到宝箱，哦，终回复药。哦，这个白色的企鹅。行くよ。私の番ですね。俺の番だな。哦，冻结了。僕の番だね。戦闘終了，先に進もう。好，涨了，获得了一些经验分。そこだ、そこだ、そこだ。行くよ。私の番ですね。私の番ね。行くよ。你用行くぞ。就用普通的攻击就够了。やれやれ、手こずらせてくれよ。やれやれ。那就打这个黄色的吧。行くよ。俺の番だな。哦，中毒了。私の番ですね。私の番ね。行くよ。俺の番だな。これぞ勝利の美酒ってやつだな。勝利の美酒。什么胜利的什么我也不知道。好，提达升级了。哦，又跑到这里了。可能不是，应该往这里吧。我觉得只要往南就没问题。哦，这个宝箱已经空了，所以就没地图就是这样。你没地图你就很容易迷路啊，真是的。哦，好了，找到出口了。好，这些魔兽我就不跟你们打了，你们太弱了啊！好，先存个档吧。啊，真烦！也好了，也找到了一些新的宝箱。
好，跑到蔡司室。OK， 好，跑到了中央工房。到一楼那边，好，先存个档。哦，就在第一个存档那边存个档，哈哈哈。啊，那要到教会那边，好，这个电梯。通过电梯，然后就跑到礼拜堂这边。教区长さん、ゼムリアゴケ取ってきたよ。おお、本当かね。本当だ。よくぞこんなに早く取ってくることができたものだ。嗯，我们就是专业的。作りますか？啊，もちろんだとも。哦，不说当然，那个如果用日文读是当然，是当然的意思。奥で調合するから少し待っていてくれたまえ。好吧，只能等。万物の根源たる必要より性別されし青と金ここにあり。哦，苍金。万物のルテンツカサドル女神の秘跡、浄化と活性の融合を成したまえ。融化精化雨、这样子。哦，要集中精神。嗯，これで完成だ。完成？哦。完成了。さあ、持っていくといい。获得了亚路福灵药。あ、綺麗な色。これって飲み薬なの？あ、内服薬だ。内服药。毒の成分を消すのではなく、患者の免疫力を飛躍的に高めて。自然治癒を促すわけだな。就是他也曾经说明过、解释过。啊、嗯。東方の医術と通じるところがありますな。这样子。確か漢方だったか。中药。同じ発想と言ってもいいだろう。这样子哦，对，他们提到中药就是我们，中国的。さあ、急いでその薬を届けてやるといい。好。うん、わかったわ。わかった。教区長さん、ありがとうございます。哦，有机会存个档，存个档。好，我们要到要去哪里啊？那阿加特在哪里？我忘记。要去协会那边。哦，对对，他应该是在楼上的。好，也可以叫他。ゼムリアゴケを手に入れたみたいね。一刻を争うわ。礼拝堂に急ぎなさい。已经去过了。没有任何的委托回报。何か依頼を。哦，不对，他不在这里。嗯，那要去哪里哟？要去酒店那边。哦、oh, 对对，在医务室，你说的对，对不起，好久没玩。
有点忘记了。幽色应该在……对，刚才被搬进来的人是游戏师吧？哦哦，对对，已经讲过，医务室是四楼，对不对？在四楼那边。对，我没记错，记性还算 OK 了。先生，お待たせ。どうだった？教区長さんからお薬をもらってきました。本当？さすがはビクセン教区長ね。虽然要花点功夫，但是药终于拿到了。好，交付了药物服灵药。なるほど。免疫力を活性化させる薬か。試してみる価値はありそうね。就是試し価値、価値就是价值的意思。哇，现在那个声词我都。さてと、それじゃ飲ませるわよ。好。不知道他在没办法，我也不知道为什么，我就是刚好刚想你后来提醒我，我就想到了。好，那些我的那个日文水平考试的准备都有效了，有一些生词我听得懂了，比以前好很好。米利亚姆医生使用滴管为阿加特喝下药。那现在怎么办？应该是滴，滴 ，no， 不是，是滴。エイド様。对不起，跳过。听起来很辛苦的。听得很难受。没办法，就是。なんか苦しみ始めたわよ。是很痛苦的样子。大丈夫。多分これでいいんだ。是，就是说他的免疫力现在提高了。薬が効き始めたようだな。就说那个药有效啊。苦しかったり痛かったりするのは体の機能が復活した証拠だろう。明白。その通りよ。これで神経毒による危険な昏睡状態からは出したわ。啊，还好啊。哦，对，那也是。他现在醒了。まあ、丸一日くらいは苦しむことになるでしょうね。哦，一整天哦。でも大丈夫。それを過ぎれば完治するはずよ。对，他应该，阿加特应该做得到啊。就这样，阿加特脱离了危险状态。由于夜色已深。艾斯蒂尔等人决定轮流休息照顾阿加特。おかしいな。哈？什么奇怪？確かここにタオルの替えが。哦，毛巾？他很痛苦的样子。可怜的阿加特。阿加特さん、すごい汗、拭いてあげなくちゃ。
多汗。米夏是谁？よかった。そこにいたのか。兄ちゃんがついてる。ああ。もう怖くないからな。啊，他想到自己的妹妹。那妹妹的事到底发生了什么事？だから、だから。米夏是谁？好了，他可以睡着，睡着了。あ、アガットさん！提达急忙确认阿加特的情况。呼吸比刚才更为稳定，传来安稳的呼吸声。从未见过阿加特有那么温柔的表情。那是的，是的。他平常，他平常有那个很凶的样子，严肃的。はい、呼んでいました。誰なのかな？我也不知道，应该是他妹妹吧。亲妹妹还是只是？わざわざすまんな。見送りなんぞさせちまって。哦，他要走了，郑先生啊。このくらい当然よ。いろいろお世話になっちゃったし。谢谢郑先生。仁さんはこのまま定期船でオートに直行ですか？他要到王都那边。ああ、どうしても外せない用事があってな。ああ、好吧、明白了。そうでなければ、俺も誘拐事件の調査に付き合わせてもらうんだが。お。すまんな、お嬢ちゃん。いろいろと助けてもらったし。是是。本当にありがとうございました。そう言ってくれると助かるぜ。オート方面行き、定期飛行船セシリア号、まもなく離陸します。哦，要起航。ご利用の方はお急ぎください。对，没办法，你要搭乘吧，郑先生。そろそろ出発のようだな。是是。出発 ，Let's go。それじゃあな。機会があったらまた会おうや。あ、そういえば、仁さんっていつまでリベールにいるの？要待多久？はっきりとは分からんが。女王生誕祭まではいると思うぞ。哦，对，女王庆，诞生庆典。あ、だったらまた会えるかもしれないわね。也许吧。その時はよろしくお願いします。お、こちらこそな。好，郑先生，再见，后会有期。那第三章应该是就这么玩，对不对？さてと、早速ギルドに行こうか。对，不然去协会。例の飛行艇のことについて何か分かったかもしれないし。哦。王国軍から情報が入ってるといいんだけど。是是，我也希望。あ、ティータはどうする？ティータ，你打算要做什么？あ、あのね。
しようと思うの。明白。まだ目を覚ましていないから、なんだか放っておけなくて。了解你的心情。ディータ、わかった。博士のことは私たちに任せておいて。是，反正还是要我让我们专业的来做这件事。ごめんね、お姉ちゃんたちに迷惑ばっかりかけちゃって。那就是说，提达不会留在我们队伍里面。もうこの子ってば、変な遠慮するんじゃないわよ。人って意識がなくても誰かがそばについているだけで安心できるものだからね。アガットさんのこと頼んだよ。只可惜现在阿加特没有阿加特的帮忙，那怎么办呢？惹人疼爱。あんな不愛想な不良男なんかにそこまで優しくすることないのに。哎呦。まあまあ。说的这么硬啊。思うんだけど、君とアガットさん、割と性格が似てるんじゃないかな。哦，是吗？哦哦，你说，他说你，他说艾斯蒂尔。你是在说艾斯蒂尔也是这么无理吗？不是开玩笑。あんな不愛想な男とどこが似てるっていうのよ。すぐに突っ走るところとか、お人よしすぎるところとか。ああ、明白。アガットさん、言葉はきついけど、相手を思いやってのことが多いからね。是是，我也同意。多分ティータも。それが分かっているんだと思う。なんか納得いかないけど。まあいいや。とりあえずギルドに行って話を聞きましょう。好，那我们去协会那边。あいつが動けるようになるまでにいろいろ調べて自慢してやるんだから。炫耀一般，是吗？这个成语是，就是这个意思吧。そうだね。炫耀一般。好吧，那个是。那我们就要到协会那边。哦，キリカさん、おはよう。已经有一幕在这边，互相キリカ。おはようございます。おはよう。おはよう、二人とも。叶秀，你如果爱这个游戏，就把这一切当作是荣耀，而不是炫耀。炫耀，那也是啊。如果你只是为了炫耀，那你就是不是，你不是真有那种真正得到的那个心态，那个心态。人はもう出発した。对，出发了。はい、先ほど定期船でオートの方に。キリカさんも見送りに行けばよかったのに。そういえば、キリカさんとジンさんってどういう知り合い？是，どういう知り合い？昔、ちょっとね。昔ちょっと、啊，就是说不想说，对不对？それはともかく、妙な雲行きになってきたわ。は？不太对劲。啊，ごまかした。って、妙な雲行き？就是现在是指讲正经事吧。例の飛行艇について何か分かったんですか？いえ、全く。啊？
妙な雲行きというのは王国軍の動きについてよ。王国軍？为什么？まず軍の司令部があるレイストン要塞に連絡しても何の返事も返ってこない。没有半点回音。次に各地に敷かれていた検問が昨夜のうちに解除されてしまった。撤除了，是不对，情况真的是不对劲的。え、それってどういうこと？为什么？また空賊事件の時みたいに縄張り争いでもするつもりなの？いや、それだったら検問を解除するのはおかしい。是很奇怪的。自分たちで捕まえたのなら。素直にそう連絡するはずだし。对，他也会告知，协会吧。確かに妙な雲行きになりましたね。这是什么回事？ちなみにレイストン要塞の情報部とも連絡が取れないわ。哦，你不能跟他们联络？もしかしたら。王国軍内部で何か事件が起こったのかも。哦，这是什么回事？好神秘。何かって、あ、ひょっとしてドロシーが取ったあの？は？親衛隊に変装していた黒装束の男たちの写真だね。あ。呼びました。は。提到你，你就来了，陶乐斯，陶乐斯，多罗西，多罗西。噂をすれば影ですね。说人人道。いや、参っちゃったよ。は？編集部に連絡したら、ちょうどナイアル先輩がいてね。観光クオーツを王国軍に渡したことを話したら、ものすごく怒られちゃったの。哦，痛骂了一顿。ひどいよね、そう思わない？で、観光クオーツってまだ返してもらってないんだ。还没还给？嘿，那也哦，还没还给你。ひどいと思わない？せっかくレイストン要塞まで返してもらいに行ったのにな。哦。わあ、あんたも根性あるわね。就是。それだけが私の取り柄だし。把自己说的那么。仕方ないから雑誌掲載用に要塞の写真を撮ってきちゃった。对不起，其实要知道这个怎么读。这个刊载 ，OK， 明白了。杂志刊载使用吗？月明かりでライトアップされて、すごく可愛く撮れたんだよ。哦，非常可爱，一个要塞，呵。哦，这个坠。哦，包围点缀。要塞を可愛く撮ってもね。我就是说。それに許可なしに軍事施設を撮影したらまずいんじゃ。まあまあ、固いこと言いっこなし。石板の。まあまあ。ほら見て見て、さっき現像したばかりなの。あ。陶乐斯把照片放在柜台上。確かに綺麗に撮れていますね。啊？那个飞行那个飞行船呢？これがレイストン要塞か。本当、ドロシーってカメラの腕は大したもんよね。是是。あれれ。あれれ？どうしたの、エステル？気のせいかもしれないけど、
右上の方に何か映ってない？多心？我想你不是你，你没有多心。这么大的船都看不到，有没有搞错？本当だ。啊，你们没有立刻注意。確かに、かすかだけど小さな影が映っているわね。影？你说影子？是这么大的飞行船你？エステルちゃんよく気がついたね。啊？私撮ってたのに全然気づかなかったよ。你都没发现？それほどでも。你拍照的时候都没发现？シルエットしか映ってないけど、やっぱり軍の警備艇なのかな？是警备艇吗？警备艇？いや、これは警備艇じゃない。警備艇じゃない。これはあの時の飛行艇だ。就是。あの時？你看。博士をさらった飛行艇と同じシルエットなわけね。黑色衣服的人。博士をさらったって。犯人的船。ちょっと待ってよ。犯人的飞行艇，艇。どうしてあの時の船がこんなところに映ってるわけ？ここって確か王国軍の本拠地なんでしょ？是不是那个黑色衣服的人跟军队有关联呢？落ち着いてエステル。哈哈，冷静。いろいろな可能性が考えられるけど、まだ結論を出すのは早すぎると思う。是，我也同意。我们还是不够，信息还是不够啊。ここは僕たちも直接レイストン要塞に行って事情を聞くべきかもしれない。我们要去要塞那边呢、啊，数据还不够啊。なるほど、揺さぶるつもりね。まずいでしょうか。会不好吗？いいえ、許可するわ。哦。こちらは危うく死者を出すところだった。差点有人丧命。どんな事情があるにせよ、舐められるわけにはいかない。是是。キリカさん、目がマジなんですけど。でも、確かにそうよね。是、没错、そうよ。ドロシー、この写真、私たちに一枚くれない？いいよ。哦，谢谢。エステルちゃんたちにはいろいろと世話になっちゃったし、ありがとう。オンに着るわ。获得了陶乐斯的照片。レイストン要塞に行くなら、東口からリッター街道に出なさい。啊、哦，那边，丽塔，丽塔街道。对对对对。哈，对对，当然阿加特，就是他们，对对对，他们指的是阿加特，你说的对。リッター街道の途中のサンサラを北に向かえば、要塞のゲート前に出るわ。不是，对不起，有时候我就是就心有另外一个连言，差一点哦，不是，他在指是叫阿加特。往北前进就可到要塞的衙门前，是是。闸门，对不起，讲错。くれぐれも慎重に行動なさい。衙门，我在想那个法庭吧，不是开玩笑。这个是古代的法庭，衙门。ラジャ。ラジャ。了解しました。了解します。了解就是了解的意思。他们是用那个鲸鱼，是鲸鱼应该这么说，敬爱的敬，要客气一点，尤其互相是他们的 Kirika 是他们的长辈，
啊，那现在几点了？还要玩吗？那不然我们先跑去那个要塞那边。没有委托可回报，没有钱可获。レストン要塞へ行くには町の東口から出ればいいのよ。街道の途中に三叉路があるから、今度はそこを北に向かいなさい。三分路，那时就朝，朝向北边。くれぐれも慎重にね。慎重就是谨慎的意思。エステルちゃん、何かわかったら教えてちょうだいよね。今度の特集のネタにぴったりだと思うんだ。哦，那好吧。两千米啊！哦，钱超小啊，超少。2244。可能只能买一点药吧。苦士力就是药的意思。好吧，那刚才我们用了这个解冻暖包包，好，就买几个吧。哦，石化。OK。买这么多，哇！他们的血分一模一样的，1234，会不会有点太巧吧？这个就是这个数字。好吧，那我们就往东出口那边。这次没有提达，只有我们两个。希望我们熬得过啊！没有郑先生的帮忙，那怎么办呢？好，我们要通过利塔。好，圣海姆门。好，这些很。这些魔兽挺弱的。有大型魔兽在徘徊。好 ，OK， 我们要先对付这个魔兽。好吧。好，动手驱除。哦，行くよ。用绝影吧。遅い。坏的，哦哦，牛来了，这好像是支线，是吗？对对对，我知道，我想应该是支线的，没办法，念思顿，好吧，哦，有效了。一个没有啊！309。僕の番だね。绝影。哦，
死了。立て直さないと。要用个复活药吧。行くよ。哦，24。哦，还好他们。任せて。好，冻结了。哦，219。先用个绝影吧。啊，用个复活药吧。绝影吧。哦，好可怕。任せて。旋风轮。哦，僕の番だね。是，他是怕冰跟怕风。我就想知道那个前面的啊，哦，是雪。冰。
好吧，雪兰冲击。好，僕の番だね。これが私の実力よ。这个就是我们真正的实力。哦，击退了，丽塔街道的。哦，痛死！先往看你有没有委托可以回报，或者买多点东西。これで依頼達成だね。好，回复了丽塔街道的通缉魔兽。好，获得了3000米拉。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。那好啊。レーストン要塞へ行くには町の東口から出ればいいのよ。街道の途中に三叉路があるから今度はそこを北に向かいなさい。くれぐれも慎重にね。啊，麦克，麦克有什么问题？是没有声音，还是那个声音是有雪？刚多，刚多，是我们是准游戏师。哦，你是隶属蔡司的游戏师。刚，哦，他刚才没有声音。我是没有重新启动，但是我是调整了一些设置。对，他没事了。已经脱离陷阱了。这个游戏师也认识阿加特。哦，这个冈多夫。不会命运就好。繁杂的工作处理好。那我们先走了。好，这个它是什么？弯还是？沃恩那家伙，他似乎也很有精神的在工作，我放心了。本来还有点担心他会不会因为这次的事件自责，感到低落，或者是互相也有好好鼓励他。他在讲谁？那也没关系，不重要了。就在饭店那边睡一下。200米拉，哦，还挺便宜的。
哦，应该是在这里存个档。好，那不然我们跑去要塞那边，我会继续看那个麦克风有没有问题。我就说麦克就好了。我怎么都跑了？哦，对不起，刚才看地图。把蛇弄掉。行くよ。哦，挑衅。连踢。哇。私の番ね。哦，可怜的耶稣呀。这个魔兽呢，金甲飞牛。哦，犀牛，对不起，发音错了。哦，黄金铠甲。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。行くよ。うん、もう大丈夫だ。犀牛弄掉了。哇，三个经验分不值，不值得，真的。一到要塞那边我们就要停了，已经晚了。哦，要塞就在北边。好，那哦，特训用到。好了，我觉得，可能就只能到此为止吧。已经晚了。因为要塞还是在那边。哦，有宝箱。哦，中回复药。还有，我忘记我没有买更多的复活药。哈？你想知道结果会怎么样？哦哦。哇，这么多魔兽。好，我们先，不然我们回。回那个菜市试一下，应该买多点复活药，我差点忘记。好，一笔填充乞丐。太多魔兽了。
哦，不对，那我们要去那个饭店那边。哦，不对，不想，按错了，不是想交谈的，不是有意的。我们又要跑回那个要塞那边，不跟你们打。好，要塞就在那边，但是好像，或者我们就，往前一下。这个犀牛，哦，它还是一样的。他们是怕。任何属性不怕。撤退を開始する。無事逃げられたみたいだね。不跟你们打，你们太弱了。这些魔兽不值得跟他们打。看他们都不想跟我们打。哦，雷斯顿要塞。うわ、こりゃまた大きな基地ね。あのハーケンモンの数倍はあるんじゃないの？哦，大上好几倍。そうだね。そのくらいはあるかもしれない。10年前の戦争でも陥落せずに反攻作戦の拠点となったそうだよ。哦。哦，这样子，反攻作战的据点。なるほど、納得。で、感心してる場合じゃないか。とっとと玄関に行って。責任者を呼んできてもらおっか。负责叫出来。あれ、どうしたの？你要直接去前门。いや、つくづく君って物おじしない子だなと思って。さすがは父さんの娘だね。失礼ね。私だって緊張してるわよ。是是。でも。あのモルガン将軍以上におっかない人がいるとは思えないし。おお。それはそうかもね。那也是。モルガン将軍か。今もハーケンモンにいるのかな。是他还在那边吗？好了，就这样子吧。我们现在就在这个闸门前面。那将军队的那这个国军到底会怎么样？是不是国军
国军跟这些黑色衣服的这个团合作，那太可怕了。但是我们现在真相还是不清楚，所以我们就要等到下个礼拜再确认吧。到底会发生什么事？是的，的确，麦克的确有时候也会有问题。好吧，那就这样子了。跟你们哦，哇，麦克真的是不行了。好吧，那就这样子，我就跟你们道个别咯。下次再见，下一个星期再见吧。OK， 那好了，那我就跟你们做一个晚上好，希望你们会有一个好的晚餐。我不知道现在也是你们晚餐的时间，还有谢谢，下个礼拜见，谢谢收看，求神祝福你们，愿你的一天有福，希望你们会一起来支持我们的直播间。那个控制轨迹现在剧情发展到这个地步，这个黑色衣服的这个团到底里面还藏什么阴谋啊？那只能等到下个礼拜呢。OK， 那就我就跟你们说一个拜拜，后会有期。